あらあら、今回はですね、今回はですね、今視聴者様は赤坂さんがすごい分身してびっくりしてると思うんですけど、今回の動画はですね、今私の島の日付は1月の18日ということで、このようにすごい雪が降っております。本当の撮影日は8月の3日ということでですね、もう全然夏。全然夏なんですけど、私の島はなぜか冬ということで、真冬ということで、今回はですね、このゲームですね、2020年の4月ぐらいのアップデートで、マリースーツっていうのが追加されて、まあ今着てるんですけど、これを着たまんま海に向かってボタンを押した。このように海の中を泳ぐことができるようになったんですよ。絶対寒いだろうな、今絶対俺無理して泳いでるだろうな。だってこんな真冬だよ、ジョニー。いや、ジョニー寒そうだね。こんな真冬に倒れてて、俺が温めてあげるよ。ほらジョニー、ほら燃えろ。これで焼き鳥の完成だ。ああ、違います。今回は、ジョニーを焼き鳥にしてみたっていう動画ではなくてですね、本日は、真冬に海に入った状態でアイス食べたら、風邪ひいちゃうんじゃないか。まあ、2021年の4月29日ですね、アップデートが来てですね、アイスとタピオカとわたあめが追加されたんですけど、そのね、アイスを、この真冬の海に入った状態でアイスをバクバク食いまくると。そしたらもう俺体ぶっ壊してると思うんですよ。でもですね、これ普通だとですね、なんと海に入った状態でアイスを食べることはできません。なんもできません、基本的に。ですけど、バグを使ったら海の中でアイスを食べれるんじゃないかということで、このような崖の形にしてその下に作りかけパズルを置くと、で降りる。うまいタイミングでなんかボタンを押す。あん。あーね、すごい泣いちゃった。今食べたよね、一瞬。一瞬今海の中で俺アイス食べたよね。あ、こうなってる時に多分 A ボタンでアイス食べたら、あーすごい海の中でアイス食べてる。え、俺これを繰り返すってこと今から。絶対これ明日になったら俺風邪ひいてますからね。海の中でアイスを食べた。で、また泳ぎ始めて、戻って、はしごで降りて、アイスを海の中で食べる。これの繰り返し。めちゃくちゃこれ、あっ、痛い痛い痛い。これ、今慣れなさいけど、あっ、食べた。でしょ。でも1回 A ボタン押したら、なぜか1回ジャックして、はぁ、なにこれ。ここで A ボタン連打したいと食べまくる。あー、これしな、難しい。今の奇跡をバグもしだして、海の中でアイスを食べるとなんかすごいバグります。